皆さん、こんにちは。バレー女子日本代表監督、真鍋政義氏にトラブルが持ち上がりました。なんと、不倫疑惑が持ち上がったのです。しかも、不倫相手にチームの内部情報を漏洩したのではないか。破局後に不倫相手の連絡手段を即ブロックしたのではないか。様々、情報が出てきています。今回は、実際、不倫疑惑は本当なのかということについて見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。パリ五輪でバレーボール女子日本代表を率いた真鍋政義さん、61。2012年のロンドン五輪で28年ぶりのメダルを獲得するなど、女子バレー界を牽引してきた功労者に女性トラブルが発覚しました。ある週刊誌が取材を進めると、真鍋氏が不倫相手の A 子さんにチーム内の内部情報を漏らしていた疑惑が深まり、これらの行為は日本バレーボール協会のコンプライアンス規定に抵触する疑いがあるといいます。去るパリ五輪において、これが我々の実力と述べた真鍋政義氏。パリ五輪でバレーボール女子日本代表を監督として率いた真鍋政義氏は、予選ラウンド敗退の結果をそう総括しました。しかし、女子バレーボール選手のマネジメント能力を高く評価されてきた名将には、知られざる別の顔がありました。真鍋氏は代表監督在任中に既婚女性と不倫関係となり、代表の合宿先に不倫相手を呼び寄せていたことが分かりました。パリ五輪に人生をかけて挑んだ選手らはどう思うのでしょうか。兵庫県出身の真鍋氏は1988年に日本代表としてソウル五輪に出場しました。2005年に現役を引退後は、2008年に全日本女子代表チームの監督となっています。火の鳥日本として出場した2012年には、ロンドン五輪で28年ぶりのメダルを獲得。2021年10月からは5年ぶりに日本代表監督に復帰し、パリ五輪でバレーボール女子日本代表監督として指揮を振るっていました。日本バレーボール界に28年ぶりのメダルをもたらした真鍋氏は、真鍋の標榜、女性マネジメント最大限に女性の能力を引き出す技術を出版するなど、その指導方法は一目置かれている存在です。しかし、代表監督中に彼がのめり込んでいた女性が既婚者、当時で40代の A 子さんだったのです。真鍋氏は年齢よりも若く見え、整った顔立ちの A 子さんに惚れ込んでいたといいます。真鍋さんと A 子さんは2021年11月に兵庫県にある料理店で初めて会いました。もともとそれぞれの行きつけだったお店で、真鍋さんの代表監督への復帰が決まった直後だったそうです。その頃から A 子さんと真鍋さんはお店で話すようになり、ある日彼から連絡先を聞かれたそうです。その時に真鍋さんは、うちはもう家庭内別居みたいな感じだからと話していたそうです。そしてお互いに家庭を持ち、道ならぬ恋なのは分かっていたそうですが、離婚したら面倒を見るという真鍋さんの言葉を信じて交際を続けていました。悩み続けてきた彼女をこれ以上見ていられず、全てをお話ししたいと思います。世間のイメージとかけ離れた本当の姿を知ってほしいです、と既婚者で40代の A 子さんの友人 B さんは語ります。さらに次のように打ち明けました。初めて会った日の翌日、真鍋氏は自身が取締役球団オーナーをしていたバレーボールチームビクトリーナ姫路の試合に A 子さんを招待しました。真鍋さんは冗談を言ったり明るい性格だったようで、陽気な A 子とも気が合った。試合観戦をきっかけに意気投合して、週2から3回会うようになったそうです。真鍋さんからは会うたびに、一緒に旅行へ行こうと誘われ、 A 子はためらっていました。しかし真鍋さんの推しは強く、3月から日本代表の仕事で忙しくなるから今しかないと言われて、年が明けた1月に姫路市内のホテルで男女の関係になったとしています。しかし A 子さんはほどなくして夫に不倫を疑われ、監督就任が決まった真鍋さんに迷惑をかけてはいけないと即離婚を選択していたといいます。2人の密会は真鍋氏の地元姫路を避けて神戸のホテルなどで一夜を過ごすこともあったそうです。関係を持って3ヶ月後、真鍋氏は代表チームの合宿先にも A 子さんを呼び寄せていたということです。ところが破局は突然訪れました。真鍋さんから突如
解決金についてという紙一枚を渡された A 子さんは、真鍋さんとやり取りしようとしてもできなくなったと嘆いていました。話がしたいと言っても連絡はほとんど返ってこず、ブロック状態で誠実な態度を取ってもらえなかったと。そんな A 子を見ていられなくて、パリ五輪前に日本バレーボール協会 JVA の外部通報窓口に真鍋さんと A 子さんの関係をメールで伝えました。しかしリアクションはなく、返事が返ってきたのは五輪終了後の8月末でした。協会を信頼できず、最後の手段という思いでメディアで告発することを選びましたと証言します。そうした中で真鍋氏は A 子さんにチームの内部情報なども漏洩していたことが分かりました。真鍋さんは2人の予定を合わせるために一般には公表されていない代表チームのスケジュール表を送ってきたそうです。また古賀紗理那にキャプテンを頼もうと思うんやけど、どうかな、引き受けてくれると思うと A 子さんに相談してきたり、あいつ性格悪いねん、あいつはあれと付き合ってんねんと話してくることもあったと B さんは語ります。国を代表する監督として真鍋氏の一連の行動に問題はなかったのでしょうか。元テレビ朝日法務部長で弁護士の西脇恭介氏は次のように指摘しています。日本代表の活動については公的な支援に支えられていることもあり、各競技団体が厳しい行動規範を作っています。今年体操宮田笙子選手19の喫煙問題では、日本体操協会が翌日には事情聴取をし、パリ五輪出場辞退となった。2020年には日本水泳連盟が不倫騒動を起こした瀬戸大也選手をスポーツマンシップ違反として年内活動停止処分にしました。日本バレーボール協会もコンプライアンス規定で著しくスポーツパーソン、スポーツ関係者として品位、名誉に欠ける行為を禁じているので、真鍋氏の行為はこれに該当する可能性が高いと考えられるとしています。真鍋氏が代表チームや選手個人の情報を公開していた疑いについても、西脇氏が次のように続けます。前出のコンプライアンス規定でも個人情報や JVA において機密とされる情報の漏洩は禁じられている。また同行していた協会の X 氏に不倫の隠蔽を依頼していたとすれば、これも違反になりうるとしています。週刊誌の取材班は事実を確認するため9月上旬姫路市内で真鍋氏本人を直撃しました。2022年から昨年末まで真鍋さんが A 子さんと不倫関係にあったと聞いていますが、事実でしょうかと尋ねました。おお、はいはい、どうだろう、わかんない、わら、そんなのない、全然わからない、なん、どこの人としどろもどろでした。代表の合宿の時はいつもどこに泊まってるんですかと尋ねると、宿舎だよ、そんなの全くない、覚えてない、多分ないと思う、あんまり覚えてない、その本人に直接聞いてみたらとすっとぼけたそうです。この写真の女性に身に覚えはないですかと尋ねると、あったあったあったというか、出会いが多いんでわからない、名前ははっきりわからない、そう答えると、真鍋氏はそのまま車を急発進させて走り去っていったそうです。一方 A 子さんにも取材を試みたが、私からは何もお話しできることはありませんと電話で答えるのみだったといいます。日本バレーボール協会に真鍋氏の一連の疑惑と大会前の通報について問い合わせると、こう回答しました。一連の疑惑について事実関係は把握していません、そのためコンプライアンス規定違反の判断にも至っておりません。通報の時期については通報フォーム設置の趣旨より回答は控えさせていただきますと、なんとも黒に近い回答が返ってきました。現在同協会は次期代表監督選びを控えているといいます。河合俊一会長は10月に審議すると発表し、真鍋氏が続投する可能性もあるそうです。いかがだったでしょうか。今回は真鍋政義元監督の不倫疑惑について見てきました。女子バレーボール日本代表を率いてきた監督の疑惑、不倫問題は個人の問題とはいえ、ホテルなどに同伴していたとなると規律違反に問われるのは当然でしょう。ましてや女性のスポーツ指導にあたるものとして
少なくとも女性関係においては清廉潔白である必要があります。今後の監督選考に大いに関わりのある出来事となりそうです。動向を今後も見守っていきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。